こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。同じ商品を出品しても赤字になります。赤字になる原因がわかりません。教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、えー、私のコンサル生から相談がありましたので、ぜひ回答させていただきます。まず、仕入れでとにかく同じ商品を安く仕入れてください。 そうしないと利益が出ないです。それと、安く仕入れる考え方ですね、をマ,マスターしていかないと、利益を出すことはね、非常に、えー、難しいです。自分にしかないオリジナルの仕入れ方法をマスターすることができれば、他の、えー、セーラーの方ですね、真似することができないので、ぜひ考えて、えー、仕入れていただければいいかと思います。それと、高く売ってる 商品を高く売ってるセーラーの写真とかね、えー、文章とかをね、あの、参考に真似ていただければ売ることができますので、ぜひ、まあ、試していただければいいかと思います。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。 それと、ゼロ円転売コミュニティが始まりました。LINE 登録後にゼロ円転売コミュニティに参加したいとメールをください。メッセージですね。よろしくお願いします。あと、YouTube からの質問は一切受け付けていないので、質問がある場合には、LINE 登録からよろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。